女優の上白石穂香さんが1月5日に放送される黒柳徹子さんの長寿トーク番組『徹子の部屋』テレビ朝日系かつ金曜午後1時に出演する上白石さんは昨年 NHK 連続テレビ小説「チムどんどん」で歌った楽曲「娘人東洋」を熱唱する上白石さんは同ドラマでヒロインの妹で沖縄民謡歌手の歌子を演じとても苦労したという 何よりも大変だったのは参戦、三振を弾きながら歌うシーン。もう特訓の末にマスターし、撮影が終わった今では参戦はお友達だとか。番組では他にスペイン語も披露。教師である父の海外で教えてみたいという夢に同行して、家族で3年間を過ごしたメキシコでの生活ぶりを明かす。女優の上白石、また、 秘蔵映像10歳の反省人式を見ながら当時の理由なき自信に満ちた日々を振り返る日放火さんが1月5日に放送される黒やさらに数年前仕事で壁なぎ徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」テレビ朝日系かつ金銭にぶつかった日を午後時にもらった父の助言を胸に「一時」に出演する上白石さんは昨年 NHK 連続テレビ小説、ちむどんどんで歌った楽曲、娘人、今はまとを向きに仕事に向き合っているという、う熱唱する。上白石さんは同ドラマでヒロインの妹で沖縄民謡歌手の歌子を演じ、とても苦労したという。何よりも大変だったのは参戦、三振を弾きながら歌うシーン。 もう特訓の末にマスターし、撮影が終わった今では参戦はお友達だとか。番組では他にスペイン語も披露。教師である父の海外で教えてみたいという夢に同行して、家族で3年間を過ごしたメキシコでの生活ぶりを明かす。また、秘蔵映像、10歳の反省人式を見ながら、当時の理由なき自信に満ちた日々を振り返る。さらに数年前。 仕事で壁にぶつかった時にもらった父の助言を胸に今は前向きに仕事に向き合っているという私たちのビデオを見ていただきありがとうございます最新ニュースを入手するにはいいねと購読してください